車で行こうです。いや五郎さん、うん、めでたいですね。いや実にめでたいね。まあなんでこんなに喜んでるのかと言いますと、なんとじゃじゃーん、岡崎五郎の車で行こうが本になったんです。こちらの学研ブック岡崎五郎の車で行こうはその名の通り番組がそのまま一冊にギュッと凝縮されています。はい、で僕と藤友が旬のコンパクト化を徹底的に分析、車探しに役立つ一冊です。しかも普段の番組ではできないぶっちゃけトークが盛りだくさんの付録 DVD もついているんですよね。いやそうなんだよね、この DVD が結構力入ってて、いろんな普段はできない会話、番組ではできない会話もかなり入ってるよねこれは。そうなんです、ここにキャスター岡崎五郎の素顔も暴露って書いてありますよその素顔っていうのは一体何なんだろうかっていうのもねちょっと楽しみだけれども、あとはこれ DVD だよ、藤島智子の車で行こうというね題名になってるんだよね。そうなんですよ、番組をジャックしてしまいました、うん、はい、これはね一家に一冊ぜひともお願いしたいと思います。はい、というわけでそれで参りましょう、岡崎五郎の車で行こう。岡崎トモコン富士島エンジン for the life。 この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今回紹介するのはイギリスはジャガーの最上級セダン XJ です。伝統的なジャガーのスタイルフォルムを捨てて全く新しい車となったこの XJ、 見た目も中身も注目すべきポイントが満載されています。 XJ はジャガーの最上級というだけあって最も安いモデルでもなんと1000万円、うん、いやさすがにその独特な、まあ、雰囲気ですね、まあ、迫力と色気を備えていますよね。そうだね、でジャガーは2年前に登場した XF から長年続いてきた丸めでいかにもスリーボックスというデザインからクーペのようなモノフォルムに変わったわけなんですけれども、今回の XJ はその一つの到達点と言えます。新型 XJ のボディは先代同様のアルミ製、鉱石の居住性を優先したロングホイールベース版も設定されています。エンジンは5リッターの V 型8気筒、スーパーチャージャー付きのスーパースポーツは510馬力を発揮します。インテリアにはレザーとウッドをふんだんに使用しています。そしてレザーは10種類、ウッドはなんと11種類から選べます。その他にも液晶ディスプレイを使ったメーターや可変ダンピングシステムなどフラッグシップにふさわしいハイテクデバイスを満載しています。ジャガーは昔から美しく速い車という考え方を大事にしていますから、うん、まあ、今回はどんな速さを見せてくれるのかとっても楽しみですよね。そうだね、というわけで早速試乗なんですけれども、今回試乗したのは、ポートフォリオと言われる、自然吸気のポリタ V8 を積んだモデルです。それでは試乗 VTR ご覧ください。For the life。 ジャガーの新型 XJ 今試乗しています。これはまあ超モダンですよね、まあ、外観もそうだしインテリアもそうだし、この液晶メーターを含めて全てがモダンにガラッと変わってきてます。でモダンになったんだけれども、ジャガーがずっと持っていたそのヘリテージ、それを強く残してるんですね。こうやって運転していると車がすごくコンパクトに感じるんですね。でもう大きい車をすごくキュッとこう凝縮して
そして体にフィットするようなそのジャケットなりスーツなりそういった雰囲気を出しているところは、まあ、昔のジャガーと本当に変わらない部分です。で一方で走り味に関してはすごくこれあのスポーティードが増してきてますよね。例えばこうステアリングを切った時の車の動きも、ま、前の XJ と比べるとすごく俊敏になってますし、あとそのアクセルを踏んだ時のこの V8 の加速、これもすごく高性能スポーティーになっていますが、ただこうして普通に走っている状態でのその優しい感じっていうんですかね、どこか癒される優しさを持っている、これがまあ昔のジャガーそのものすごくそのオリジナリティのある魅力になってます。市街地で今流してるんですけれども、やっぱり高速道路で感じたのと同じように実際のボディサイズよりもうんとコンパクトな車に乗っている印象です。乗り心地なんですけれども、すごくこの車足スムースに動いてるし、ボディの剛性感もすごく高いんですが、ちょっと荒れたところに行くとその振動の伝わり方、これが一種独特な感じがします。何かそのすごい硬いからに、守られているという、これはおそらくアルミボディの特性もあると思うんですね。すごくドライな印象ですね。今コーナーを回っているんですけれども、コーナーからの出口でアクセルをスーッと踏んでった時の加速フィール、これがものすごく気持ちがいいです。この5リッターの V8 は僕が知ってる限りおそらく今現存する V8 の中では最も気持ちのいい V8 でしょうね。今日 XJ 乗ってみて感じたのはもう何もかもガラッと変わったなと、それがすごく印象的ですね。で、まあそうは言ってもやっぱりそのずっと続いてきたジャガー の魅力というのは、見た目が変わってもしっかり残っている。でそもそもジャガーは、美しくあれ高性能であれ、その2つを追求するブランドなので、まあ、そういう意味ではこの XJ、美しくてそして高性能であるという意味ではもうまさにジャガー そのフィロソフィーというのを、まあ、現代的に解釈してすごくストレートに伝えてきてくれる車だなというふうに思いますね。うん、今 VTR 見てて思ったんだけど、やっぱりジャケットを着て市場に行ってよかった。いやよかったですね。あのね、これねラフな格好じゃちょっと車負けしちゃうね、うん、これはそれなりの格好をして乗らないとダメな車、それが、まあ、まさに高級車なんだけどね、はい、でもエンジンとかサスペンションも良かったでしょ。すごく良かったですね、うん、フロントコイル式のサスペンションになってドライバーの操作に対して車が本当にレスポンスよく姿勢を変えていく、うん、いやドライバーさんが走っても楽しい車ですよね、うん。で今回ですね XJ だけの独特の世界といったらですね、やっぱりインテリアをご紹介しなくてはということで、はいはい、まず目に入るのがアナログ時計です。高級腕時計を思わせる文字盤やブルーの照明がとってもおしゃれですよね。ジャガーの追い毛ともいえるレザーはダッシュボードにもあしらわれています。さらりとした食感も独特な風合いですよね。ウッドパネルはとても面積の広いものになっていて、まあ、ドライバーを囲むようにラウンド状に配置されています。まるでクルーザーにでも乗っているような気分にさせてくれるんですよ。そしてエンジンのスタートボタンを押すとシフトセレクターがせり上がります。まあ、ジャガーは J ゲートなどシフトにこだわるメーカーですが、まあ、新世代のジャガーならではの演出と言えますよね。やっぱりあの新しさと伝統というのをすごくうまくミックスしてるし、あとはあの大きい面積のウッドパネルを使ったドア、あのドアドアだけを見てあジャガーだって分かるとか、それってすごいことだと思うんだよね。すごいですよね、うん、いやもう本当にねそういう意味では独特の世界観を持っている車だと思います。この後はインポーターの担当者の方にお話を伺っています。 CM です。はい、それでは新型ジャガー XJ についてジャガージャパンの左近次さんにお話を伺ってきます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。左近次さん、今度の
XJ、はい、本当にびっくりするぐらいガラッと変わりましたね、はい、ありがとうございます。あのデザイン級とかそれぞれ踏襲してるのはあるんですけど、うん、パッと見のイメージっていうのはもうここまで大胆に変えていいのかなって、うん、私たちが思ったくらい変わりました、はい、うん、あの XJ っていうと初代が60年代ですよね、はい、そうです。1968年に初代の XJ が発売されまして、はい、でまあ、それこそ XJ なんだよっていうのを、まあ、40年以上続けてきて、うん、はい、そういう意味ではこの新型 XJ って最初のガラッと変わったフルチェンジというか、うん、まあ、あのそんなような雰囲気さえありますよね。ありがとうございます、うん、今ジャガーはその XK、XF、そしてこの XJ と、うん、まあ、3台のモデルで、ビジネスしてるんですけども、まあ、アイコンリマージンドって言って原点に立ち戻って、うん、ジャガーの新しいアイコンを作っていこうじゃないかと、うん、そういうその必要なのはスピリット、うん、今の現代にあった今のお客様 の、 そのニーズとか感性にぴったりよく作るような車を大胆に作っていこうかと、うん、多分作り手側にとっても、ええ、ずっと60年代から続いているその XJ のイメージっていうのを、ええ、あのそろそろ変えたいなっていう思いはあったんでしょうね。そうですね。創始者がやっぱりすごく偉大な人だったんで、うん、やっぱりそういう意味でのね、うん、その作り手の呪縛みたいのをそろそろ解き放さないと、うん、自分たちが変わらないとお客様にもアピールできないぞっていう状況が、うん、この数年切実に感じてたんだと思います、うん。ものすごくセクシーな怪しい華やかでという、はい、そういう表現が似合う車ですね。そうですね、うん、まあ、私たちイギリスの会社なんでセンシャルっていうんですけど、そのセクシーさ加減とか艶っぽさ加減というのはジャガーには欠かせない要素の一つです、うんうん、なるほどね、まあ、それはあのエクステリアだけじゃなくて、ええ、インテリアにもおそらくこう使われていると思うんですけれども、はい、レザーとウッドをふんだんに使っているというのはまあ従来のジャガー流だと思うんですよ、はいはい、そうですね。ただ表現の方法かなりモダンになりました、うん、でまあ、ハイテク満載なんですけれどもね、それはハイテクせずに、まあ、その五感に合ったフィットする気持ちのいいその素材や食感、視覚、うん、全部合わせてインテリア、今に入ってきたようにくつろいでもらえるインテリアという形でデザインしているそうです、うんうん、なるほどね。新型 XJ は若返りであるとか、はい、幅より広いそのユーザー層に向かって、はい、車としてとんがってますけどね、でも幅広くなりそうですね。はい、おかげさまで、うん、であの今までのジャガーのオーナーさんたちもとても好意的に受け止めてくださって、やっぱりスピリットが一緒っていう部分というのは、うん、お分かりになってくださるユーザーさんたちなので、うん、なるほどね、もうあの僕はこういうね、あの色っぽいセダンが出てきたのは大歓迎ですし、よりいっぱいの人にこういう車の良さ分かってもらいたいですよね。ぜひぜひ、うん、でもゆっくりも走れますし、うん、スポーティーにも走れますし、とにかく自分を気持ちよくさせる車ですので、うん、自分を甘やかせていただきたいなと思ってます。なるほど、はいはい、今日はありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。ではここでジャガー XJ の評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。独自の世界観丸、これはまあ、外観を見ても分かるように内装もそうなんですけれども、例えばメルセデス、BMW、アウディ、レクサス、そういった他の高級車ブランドと全く似てないんですね。独自の世界観を持っている、これ先代とはガラッと変わったんだけれども、新しいジャガーらしさっていうのを生み出してきた、これ他では味わえないものを持っているというのは高級車にとってすごく重要なんで、これはもう間違いなく大きな丸がつきます。そして一方×ですね、これ液晶メーターの表現としました。液晶メーターはなかなかこう質感を出すの難しいんですけれども、まあ、グラフィックが結構アナログを模したようなものを使っていて、もうちょっとせっかく液晶を使ったんだったら、新鮮さ、モダンさを出してもよかったんじゃないかなということで、これは今後の、変化に、ね、期待をしたいなと思います。はい、私もですね、今回はですね、まず丸のポイント、これはエモーショナルでモダンなデザインですよね。まあ、五郎さんもおっしゃってましたが、いや本当にその昔の古風な伝統を表現したデザインも良かったんですが、
まあ、今回のはあの職人的な技に裏たそのまたそのモダンさが、まあ、若い世代にもこう憧れを持たれるような、うん、そんな高級車に仕上がっているような気がするんですよね。まあ、このムードを例えて言うと、例えばホテルでしたら、うん、まあ、あのホテルオークラですとか帝国ホテルなのが、まあ、あのグランドハイアットってモダンじゃないですか。そうだね、なんかそんなイメージに近いなあなんていうふうに思いましたね。うん、確かにそうかもしれない。はい、で×は私もこれは液晶メーターでした。うん、まあ、あのこのクラスの質感を考えますと、もう少し本物感があってもいいのかなっていうのもありましたし、まあ、結構あのバーチャルなイメージもありますので、うん、まあ、最近のそのジャガーの先進性を考えたら、今後いろんな機能性が追加されたら、まあ、さらに面白いものになるのかななんていうふうに思いましたね。うんうん、そうだね。はい、というわけで2人の評価はこのようになりました。 CM です。愛のコーナーです。今回のテーマはこちら、車で行こう in 横浜です。車の楽しさをたくさんの人に伝えたいという思いでやっている車で行こうなんですが、今年のゴールデンウィークは横浜の街で視聴者や車好きの皆さんと触れ合うことができました。今回はその模様をご紹介したいと思います。まずは5月3日 TVK ハウジングプラザ横浜の特設会場で車で行こうのスペシャルトークが行われました。その走らなくても抑えられるような守備、テーマは良き時代の栄光車を語る。イギリス車のクラブエバーグリーンズの皆さんと一緒にイギリス車や古い車の魅力について語りました。うん、集まった車は本当にいい味を出してたんでね、皆さんなんか古い車にちょっと興味持たれたんじゃないかな。いや本当ですよね。うん、出展者はオースティンセブンやジャガーのマーク2、ロータスエランと、いや本当に素晴らしい車でしたよね。はいはいはい。で実際にオーナーの方にね、いろんな古い車にまつわる話とかレストアの仕方とかそういうものを伺ってね、それも面白かったね。本当ですよね。まあ、参加者からも質問もいっぱい、あとこれ、クランク軸を回してエンジンを始動するという貴重なシーンも見せていただいて、これはなかなか見られるもんじゃないからね。あんな風にエンジンかけられるんですね。まあ、メンバーさんの英国車への愛と知識の深さには本当にびっくりしました。トークが終わった後も参加者の皆さんと一緒に写真撮影をするなど、まあ、アットホームなイベントとなりました。そして5月9日には横浜赤レンガ倉庫で雑誌ルボランの400号記念イベント、ルボランカーズミート2010が行われました。こちらでは私藤友がステージの司会を担当、さらには五郎さんと一緒に車で行こうのスペシャルトークを繰り広げました。いつも番組見てくださる方どのくらいいるんですかって、で手を挙げてもらったらみんな手を挙げてくれて嬉しかったね。そうなんですよ。いや皆さんの顔色もこちらで、ね、直接見れて本当に嬉しかったですよね。うん、やっぱりいつもね、あの一方通行だけどこういうイベントは顔と顔合わせられるからいいよね。このルボランカーズミートは赤レンガ倉庫で無料のモーターショーをやってしまおうということで、まあ、話題のハイブリッドカーから貴重なスーパースポーツまで様々なモデルが展示されていました。皆さん本当に熱心に見ていましたよね。うん、いや本当にね、家族連れで次の車どれにしようなんて目線で見てるのも印象的だったし、僕たちモータージャーナリストが展示車について解説をするコーナーもあったんだけど、終わった後ももう質問攻めだよね。そうですね。まあ、うん、本当にお子さんを連れてらっしゃる方もいて、この子たちも将来の車好きになるのかななんて。あ、うん、五郎さんサインしてるんですかね。そうそう、こんなちびっこにサインねだられるとは思ってなかったね。すごく嬉しかった。うん、他にもピストン西澤さんとメーカーの広報さんによる出展車両の PR タイムや、まあ、いただいた車グッズのじゃんけん大会など盛りだくさんの内容でした。まあ、ルボランカーズミート2010、まさに車の楽しむ一日となりました。ちなみに5月3日のイギリス車のイベントにはなんと約200名の方にお越しいただいて、うん、それから5月9日のルボランのイベントには4万人の方に来場していただきました。本当に感謝ですよね。うん、
まあ、そして早速感想のメールが番組の方に届いているんですね。ちょっとご紹介します。まずはですね、お一人目、横浜市の高木さんです。5月3日の住宅展示場と5月9日の赤レンガ倉庫のイベント両方お邪魔しました。妻が妊娠中でゴールデンウィーク中も遠出ができなかったのですが、2つのイベントを近くでやってもらい楽しめました。赤レンガ、昨日行ったばっかりですが、マセラッティとアストンマーティンが並んでいるところは正直鳥肌が立ちました。かっこよかったですね。こういうので車への憧れ高まっていくんだね。そうですね、そしてもう1つご紹介します。東京都大田区の橋本さんからです。昨日のルボランイベントにも行きました。かつて私たちの世代は車に乗るのが当たり前だと思っていましたが、現代の若者たちは車を必要とはしていないようです。ぜひともこの番組でもっと車の楽しさを伝え、車に乗りたいなと思わせる企画をやってほしいです。そうだね、まあ、車離れと言われている中で、でも本当にたくさんの人がイベントに来ていただいてね、で僕らもねそれと一緒になって熱い雰囲気の中で車見て、僕らもなんか車も捨てたもんじゃないなというか、もっともっと楽しくなるななんていうのを実感したイベントだったよね。本当ですよね、まあ、これからもこうしたイベントを通じて皆さんと一緒に車の楽しさをしっかりと楽しんでいきたいと思います。以上、藤友愛でした。ここで番組からのプレゼントです。自動車専門誌のオートカージャパン、カー&ドライバー、カートップ、カミオン、Kカースペシャル、ザ・マイ・カー、ドライバー、ニューモデルマガジン X、 モーターファン別冊、ルボラン、以上10紙の中からご希望の本を抽選で100名様に無料でお送りします。お申し込みの方法は郵便はがきにご希望の商品名、住所、氏名、電話番号、番組に関するご意見ご要望を書いてご覧の宛先までお送りください。またインターネットでも受け付けています。 TVK ホームページまでアクセスしてください。なお、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。はい、今回はジャガーの XJ を取り上げたんですけれども、ともちゃんどうでした？はい、先代と比べて本当にガラリとイメージを変えてきましたよね。これに私驚いてしまいました。そうだね、先代はやっぱり白髪のツイードのジャケットを着た、初老の紳士が乗る車だったのかなと思うんだけれども、今回の XJ は例えばロンドンはロンドンでもちょっとこうシティ金融街にね、で働いてるバリバリのビジネスマン、スーツを着込んだそういう人が乗ってもバッチリハマる、そのぐらいガラッと変わったよね。そうですよね、若い成功者の方にも本当に似合う車に仕上がっていて、いやしかしモダンさと使われてる木の素材とか革とか、いや本当にうっとりしちゃいますよね。そうで、もう本当に10種類の革、それから11種類のウッドパネル、そういった中から自分だけの1台を作り上げていく、これもねなかなか難しいけれども、バッチリ当たった時にはもう最高の喜びだろうね。いや本当ですよね、どれを組み合わせても素敵なんじゃないかって思えるぐらい、でそのまたネーミングもいいんですよね。なんかトリュフとか、そうで私はカーボンっていうのもいいかなと思いましたけど、ちょっとこれで渋めに乗るっていうのもありかもしれないよね。でもやっぱりその高級車っていうのは存在感とか偉そうなだけじゃなくて、本当に色っぽさとかエレガンスとかそういうものも持ってるといいんだろうなっていうか、そういうものを持ってこそ高級車なのかなってこの車乗ってると感じさせてくれるし、何より下手な格好じゃこの車乗れないぞって思わせてくれるこのちょっとした敷居の高さ、これがまたね高級車なんだろうなって感じたよね。なんかこうある意味そういったところもイギリスらしいですよね、やっぱりその車にふさわしいレベルの人間になってほしいみたいな、そうでちょっとこれ乗るんだったら俺も頑張ってそういうレベルまで上がってやりたいなと思えるところ、そんなのもまあちょっとね自分を高める一つの要素としてすごく重要なんじゃないかななんていうふうに思いました。いや本当に素敵な車でしたね。次回は、手軽さが魅力の SUV BMW の X1 を紹介します。まあ、この車ね本当に価格的にもびっくりするほどね X1 安いんでね、これも注目ですよね。はい、それではまた来週お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。